はい、おはようございます。それでは、テレビ記者会見を始めさせていただきます。今日は私の方からは1点でございます。バスとバスの乗り継ぎ割引制度についてでございます。本市ではご承知のとおり、まあ、コンパクトプラスネットワークのまちづくりということで、公共交通を基軸としたまちづくりを展開いたしておりますが、まあ、今回、えー、持続可能な公共交通ネットワークを再構築するために、 えー、新たなバスとバスの乗り継ぎ割引制度を、えー、構築しようというものでございます。でまあ、これまでも、ことでん、こと平線におきます新駅の整備でありますとか、あるいは現行のバス路線の再編に取り組んでおりまして、まあ、その一環として、えー、来週も28日の日には、不正石駅が新たに開業するというものでございます。また、本市は、えー、公共交通の利用促進策といたしまして、ことでんのイルカカードを活用して、 電車とバスを乗り継いだ場合には、100円を割り引く制度を設けますとともに、70歳以上の市民の方には、公共交通が基本的に半額となるゴールドイルカを発行して、運賃を半額にする制度を展開しているところでございます。今回はさらなる利用促進策といたしまして、新たに路線バスとコミュニティバスの乗り継いだ際に、 100 12 1円をを割引制度を今月来月12月1日から開始すするといいうものでございま,す、えー、まあ対象エリアにコミュニティバスが走っている地域の方には、えー、ぜひともご利用をいただきたいというふうに思っております。まあ、併せて今後、地域指導によるまあコミュニティバスの運行を考えられている地域、いくつか聞いておりますけれども、まあ、そういうところがその実現に向けての後押しとなればと。 いいう,うにも思っておるところでございます、まあ、現在はコロナ禍におきまして、人の移動がかなり制限されておりますし、まあ、感染拡大防止ということで、なかなか公共交通機関の利用というのが低迷をいたしまして、まあ、特に4月、5月の緊急事態宣言の時などには、非常に乗客数も落ち込んだところでございます。まあ、現在まあかなりり回復もも見えておりますけれども えー、例えば国の新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言の中では、公共交通機関について、まあ、十分に換気がなされている公共交通機関での感染は限定的であるといったような言葉も示されているところでございます。 もちろんマスクの着用等と、基本的な感染,拡大感染防止策というのは、徹底していただくという必要はございますけれども、それを講じた上えで、できるだけ公共交通機関を利用していただければというふうに存じておるところでございます私の方としては以上でございます。 はい、えー、今お話ございましたように、まあ、昨日の全国の新規感染者が2385人ということで、まあ、2日連続をして2000人を超えて、まあ、過去最高にもなったということでございます。まあ、全国各地で感染の拡大傾向が顕著でございまして、まあ、いわゆる第3波の到来と,とも言われております、厳しい状況にあるものというふうに認識をいたしておるところでございます。 本市におきましても、今月に入りまして、昨日のもう新たに1人、感染者が出ておりますけれども、すでに13人の今月に入って陽性者が確認されている状況でございます。まあ、あの県内のの陽性者の数等ししままてはまだ準、だ拡大警戒期と、 いうようなところにはとどまってますが、かなり増えてきておるということで、まあ、厳しい状況にはなってきておるということになろうかと存じます。まあ、そのために本市といたしましても、まあ、新たな対策として、ここに来て3つの点の打ち出させていただいてこうい,ただいておる、あるいはいただこうとしておるところでございます。まままず1点目がのの、まあの冬ににかけて、えー、まあコロナウイイルルス対等感染症と同時ンンフルエンザの、えー 重流行というのも考えられますので、まあ、それに備えまして、医療提供体制を確保する、また重症患者の減少を目的といたしまして、特に重症化しやすいと言われております。子どもや高齢者を対象にして インフルエンザ、季節性インフルエンザワクチン等を接種した際の費用の全部または一部を助成をするということで、この10月から助成事業を開始しておるところでございます。まあ、これは国や県の助成事業に市が単独で上乗せをして、まあ、基本的には65歳以上の高齢者は適正して無料、あるいは小中学生についても基本的には無料ということで、助成事業を開始しておるところでございます。 ま,だまた2点目といたしまして、新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大傾向が続く中で、検査に対するニーズが非常に高まっ見せてきているということでございまして。 高松市の PCR 検査センター、これまで週2回の検査を行っておりましたが、これを先月29日から全面的に高松市医師会に委託することによりまして、まあ、高松市医師会新型コロナウイルス検査センターとして、それまでの平日2回の検査に加えまして、日曜日や祝日にも検査ができる体制として強化をいたしたところでございます。 また今月1日からは香川県とも連携をいたしまして症状のある方がこれまでは帰国者,帰国者接触者相談センターを介した上で 検査を受けておったわけですが、かかりつけ医等の身近な医療機関を通じて、審査、検査、医療機関に指定された医療機関などを受診することで、まあ、時期を一致することなく検査を受けられる、まあ、そういう体制で、まあ、病院を指定して、体制を整えておるというようなことをやっておるところでございます。ま、えー、またたた点目といたしまして、まあ、新たに えーまあ、昨日予算等で発表させていただいておりますけれども、来週27日の開会予定の臨時議会におきまして、まあ、感染の不安を抱えた、まあ、症状はないのだけれども、感染の不安を抱えている65歳以上の高齢者、無症状の高齢者の方を対象として、PCR 検査の助成にかかる補正予算を計上してご審議いただくと。 いうこととにしておるこころでございます、まあこのような大きくこの3点につきまして、強化、まあ、予算措置をいたしておって、少しでもこのイン新型コロナウイルスの感染拡大の抑止に努めてまいりたい、あるいは検査を拡充することによって、早期発見、早期発見することによって、重症化を少しでも食い止めると。 でそして封じ込め等々によって、まあ、できるだけ感染者を出さないといったような対策を市としても講じてまいりたいというふうに考えているところでございます。 そしてそれと、れと市民の皆様への呼びかけでございます、まあ、これは基本的にこれまでどおりの感染対策の徹底を個々人にお願いをしたいということでございますけれども、まあ、そんなことはもう十分やっておるという声もございますけれども、やはりまあ継続して、徹底するということと継続するということが非常に大事かと思っております。まあ、基本的にはは密ををを避けけることとともちろん人と人との距離てててマスクを着用してそしそ 手洗いしょううがい等を徹底していただくということが非常に大事かなというふうに思っておりますまた最近全国的にも会食飲食に伴います感染拡大あるいは家族の間での感染拡大といったようなところが結構増えてきておるということでまそれについても政府の分科会で 例えば感染拡大がのリスクが高い5つの場面といったようなものが示されて、まあ、できるだけそういうものは避けるようにとか、あるいは GoTo イートなんかでも大人数の、えー、そういう会食なんかには適用しない方がいいんじゃないかといったような議論なりあの、その方向性も出されてきておるところでございます。まあ、そのの辺にについいて十分にご注意ををただきながら、まあ、例えばばするのであれ少人数 短時間で、まあ、なるべく普段一緒にいる人と、深酒、はしご酒などは控えて適当な資料で。 あ、またまた席の配置を斜め向かいにするといったようなまあ、細かな話にはなります。けれども、もまあ、少しでも感染リスクを避けていただきながら、まあ、食事を楽しんでいただくといったようなことが必要なんではないかなというふうに思うわけでございます。まあ、なかなか収束が見えない中でのまあ、不安になられる方も多いかと思っておりますが、まあ,ある程度この新型コロナウイルスまあ、いわゆるウィズコロナと言われております。けれども、これのまあ、えー、感染をできるだけリスク。を 含めていきながら、まあ、新しい日常生活を楽しむといったことが必要なんではないかなということで、まあ、市,民市民の皆様方には、その辺についての、えー、まあ感染対策の徹底、それをした上えで、まあ、新しい日常を生活を楽しんでいただくということをお願いをいたしたいと思います。 あのそういう行動で県境を越えたり、ですねどこかの感染地域に行ったから直ちにリスクが高まるとか、そういうものではございませんので、まあ、ある程度、必要に応じて、それぞれの行動はそれぞれで、えー、立ちしていただくということになろうかと思っておりますが、まあ、いずれにしても先ほども言いましたように、要は感染リスクをできるだけ低くするようにしてほしいと、またこれだけ全国に拡大している状況でございますので、まあ、できるだけ、えー、慎重な。 行動はぜひとっていいたただきたいと、まあえー、すぐ、例えばこの時期に行かなくてもいいような、えー、用事であれば、若干時期をずらす、延期するとかですね、まあ、そのようなことで、いろいろ個々人の、えー、によってご判断をいただければというふうに思います。ですから、まあ、できるだけ感染リスクを低減するような方向で、まあ、慎重な行動をお願いをいたしたいということをお願いしたいと思います。